海上自衛隊のトップである坂井良海上幕僚長が、1月30日に実施された記者会見において、インド洋及びアラビア海における海賊対処活動に派遣する護衛艦の安全対策などについて言及したよ。この会見において坂井海上幕僚長は、ここ最近アラビア海アデン湾において発生しているイエメンの反政府武装組織で新イランの風刺派による民間船舶への攻撃について触れ、現在の情勢に沿った事前訓練や護衛艦への搭載機器の追加などの対策を実施して、安全確保に万全を期すと述べたが、活動海域の情勢についてはアデン湾においては西側の民間船舶に被害が及んでいるが、海上自衛隊による海賊対処行動を即座に中断しなければならないという判断にはまだ至っていないと説明して、護衛艦派遣について見直す予定はないことを明らかにしたな。さて今回はそんな海上幕僚長が海賊対処派遣の護衛艦の装備などについて言及した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、2024年2月からこの海域に派遣される護衛艦さざ波にこれらの攻撃に対応するための装備を追加する方針であることを明らかにしたよ。アラビア海のアデン湾とは、インド洋の北西側にある東西に細長い湾で、その西側はアラビア語で、嘆きの門、悲嘆の門を意味するバブエルマンデブ海峡を介して航海を経てスエズ運河につながり、東はアラビア海へつながるヨーロッパと中近東、アジアを結ぶ航海の要衝であり、政情不安が伝えられているイエメンやソマリアにジブチなどが接しているね。バブエルマンデブ海峡の幅は 30km ほどしかない上に、東にはイエメン領のペリム島、西にはジブチ領のサワビ諸島があるために大型船が航行可能な航路は限られており、そこを狙って風刺派が日本の船舶も含めて民間船舶への攻撃を強めていて情勢が緊迫しているんだ。イエメン北部を掌握して本拠としている風刺派は、パレスチナのガザ地区においてイスラエル軍の掃討作戦を受けているイスラム組織ハマスとの連帯を示すとして、航海を航行するイスラエルとつながりのある国々の民間船舶への攻撃を繰り返していて、これまでに日本も含めてアメリカや西側諸国の船舶が標的とされていたよ。アメリカ軍とイギリス軍はこれに報復するとして、1月に入ってからは風刺派の拠点へ空爆を加えるなどの攻撃が実施されたことによって互いの報復攻撃の応酬が続いている中、風刺派のアベド・トール報道官が1月29日に NHK のオンラインインタビューに応じ、アメリカとイギリスがイエメンへの攻撃を言ったことによって、我々は両国と戦争状態にあるとして、航海などで行っている船舶への攻撃の正当性を主張したぜ。トール報道官はさらに、我々はこの地域での緊張感を高めるつもりはないとした上で、イスラエルがガザ地区への攻撃をやめれば、我々の攻撃も終わると述べたが、その一方でイスラエルのガザ地区への攻撃が停止されるまでは、これまでと同じような船舶攻撃を続けると強調していることから、航海での運航を見合わせる海運会社が続出しており、世界的な海上輸送への影響が懸念されているな。風刺派は船舶への攻撃にミサイルやドローンを使用していることから、アデン湾を含む海域に派遣される護衛艦にはそれらに対抗できる装備が必要であると考えられ、今回の坂井海上幕僚長の発言につながったものとみられているね。2月1日から第47次派遣海賊対処行動水上部隊中東地域における情報収集活動兼務として、派遣される護衛艦さざ波第4護衛隊軍第4護衛隊所属、母港はクレは、第1次派遣海賊対処水上部隊として派遣されて以降、これまでに4度ソマリア沖やアデン湾に派遣されており、今回が5度目となるんだ。さざ波は、高波型護衛艦の4番艦として2005年2月16日に就役した汎用護衛艦 DD で、基準排水量4650トン満載排水量6300トン全長151メートル最大幅 17.4 メートル深さ 10.9 メートル喫水 5.3 メートルで、COGAG 方式の機関によって最大30ノットを発揮し、乗員は175名となっているよ。搭載されている兵装は、主砲として54口径 127mm 単装速射砲1門近接防空システム CUS、ンク、
15ブロック 1B 高性能 20mm 機関砲2機90式艦対艦誘導弾 SSM-1B4 連装発射塔2機マーク41垂直発射システム VLS 32セル HOS-323 連装単魚雷発射艦2機で、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣に対応するものとして、近距離に接近する小型水上目標による攻撃を想定して、環境側面の着艦板及び格納庫上の両舷 22.7mm 重機関銃 M2 の銃座が4機設置され、環境前面及び着艦板には水上艇からの射撃から乗員を守るための防弾板が装着されているほか、搭載ヘリコプターとして SH-60JK 哨戒ヘリコプター1機最大で2機が艦載されているんだって。なおさざ波にはドローン対策として 12.7mm 機関銃が増設されているほか、VLS には発展型シースパローとも呼ばれている対ミサイル攻撃用の艦対空ミサイルリム162、ESSM エボルブドシースパローミサイルが搭載されていて、差し当たって風刺波の攻撃に対抗する手段は持ち合わせており、今回どのような装備が追加されるかについては明らかにされていないらしい。一部では防空能力に優れたイージス護衛艦を派遣すべきとの声が上がっているが、日本近海においてはこのところ中国海軍が、2013年に中国が一方的に発表した東シナ海の防空識別圏 ADIZ の境界線付近にミサイルフリゲートを常時配備するようになり、これまで活用してはいなかった防空識別圏を主張する動きを見せていて、海上自衛隊も護衛艦を派遣して対抗するなど緊張感が増しているぜ。さらには北朝鮮も弾道ミサイルの発射実験を繰り返し実施するなどして、弾道ミサイルへの対処能力を持つイージス艦を長期間アデン湾に派遣することはできないとの見方が多いようだな。この海域ではかねてから、民間船舶を狙って出没する海賊への対策として護衛艦が派遣されているんだけど、自衛隊はジブチに拠点を構えて、海上部隊約200名では護衛艦による護送や海域の監視を実施し、航空隊約60名は P3C 哨戒機を運用して監視と日本並びに他国の船舶への情報提供を行い、それらの活動を陸上基地の支援隊約120名がサポートしているよ。これらジブチに拠点を置く自衛隊は、ソマリア沖の海賊対策だけでなくスーダン紛争などによる邦人退避への協力や、2023年11月に発生したタンカー乗っ取り事件などにも対応していて、バブエルマンデブ海峡をはじめとする周辺海域での活動が続いているんだ。しかしながら、この海賊対処派遣における活動対象海域は、バブエルマンデブ海峡以東のイエメン沖、オマーン沖付近とされており公海は含まれておらず、バブエルマンデブ海峡以西の公海上で問題が発生したとしても、護衛艦や航空機は対応することができないぜ。イスラエルのネタニヤフ首相は、西側諸国からのガザ地区への侵攻停止を求める説得に応じる気配はなく、ハマスとの戦闘休止合意が近いとの報道が出ていることについて1月30日、パレスチナ自治区ガザからの軍撤退も、収監している数千人のパレスチナ人囚人の解放もないと言明し、イスラエルは全ての目標を達成することなく、この戦いを終わらせるつもりはないと述べていることから、風刺波によるアデン湾などにおける一連の船舶攻撃は今後も続くものとみられているな。ジブチに拠点を置いての派遣は、そもそも海賊多発海域における日本の民間船舶警備に関する特別措置法施行令によるものであることから、2023年11月19日に公海で発生した風刺波による日本郵船運航貨物船の拿捕事件を契機として現在、公海も対象海域に含めるかどうかの議論されるようになっていたものの、現在の国会は自民派閥の裏金作りへの追及に終始してしまっていて、その議論がなされないままさざ波はジブチに向かうことになったってわけだ。このままの状況が続いた場合、現地に展開している派遣部隊は難しい対応を迫られる可能性が高く、1日も早くこの問題が国会の場で議論されることが望まれているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。